ベンカトラマン、ベンキラ・マクリシュナーンは、インド出身で、イングランド・ケンブリッジの MRC 分子、生物学研究所で活動する、構造生物学者。2009年、リボソームの構造と機能に関する研究の、功績により、ノーベル化学賞を受賞した。インド・タミル・ナード州カダルール県、チダンバラムに生まれる。3歳で、グジャラート州のバドーダラーに移り、 オーストラリアアデレードで過ごした1960年から1961年を挟み、現地の学校で学んだ。インド工科大学への進学を目指したが、高生校の入学試験すべてで不合格となり、タミル・ナード州、ベイルールにあるクリスチャン・メディカル・カレッジの入学試験にも失敗し、バドーダラーのマハラジャ・サヤジラを大学で学んだ。ここでプレ・サイエンスの過程を終えた後、 ナショナルサイエンスタレントスカラーシップを受けたラマクリシュナンは同大学で学部時代を過ごし1971年に物理学で学士号を取得した大学卒業後アメリカ合衆国に渡ったラマクリシュナンはオハイオ大学に学び1976年に物理学で PhD を取得したその後2年間カリフォルニア大学サンディエゴ校の大学院生として 生物学を学び、理論物理学から生物学の世界へくらがえするに至った。イエール大学のピーター・ムーアの下で、ポスドク研究員に就任後、リボソームに関する研究を始めた。ポスドク研究員としての任期を終えた当初、ラマクリシュナンは、アメリカ国内で50近くの大学に申請したものの、教職を得ることができなかった。 1983年から1995年まで、ブルックヘブン国立研究所で、スタッフサイエンティストとして勤務し、リボソームの研究を続けた。1995年、彼は、ユタ大学の生科学教授に就任し、1999年には、MRC 分子生物学研究所に移り、現在のポジションに就任した。1999年、 ラマクリシュガンの研究室は、リボソームの 30S サブユニットの5.5、オングストローム分解構造を発表した。翌年には、リボソームの 30S サブユニット、およびいくつかの構成物質との複合体の完全な原子構造の決定に成功した。この業績は、タンパク質性合成に忠実性を保障するメカニズムに関する知見を与える構造研究へとつながった。 さらに近年になると、ラマクリシュナンの研究室は、トレナやメッセンジャー RNA が結合して、複合体となったリボソーム全体の原子構造を決定した。ラマクリシュナンは、ヒストンやクロマチンの構造に関する研究によっても、その名が知られている。ラマクリシュナンは、王立協会のフェロー、欧州分子生物学機構や米国科学アカデミーの会員、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジのフェローを務めている。2007年にスイスのルイジャンテイン学賞、2008年にはイギリス製科学会からヒートリーメダルオブザブリティッシュバイオケミカルソサイティを受賞し、2009年にはフランクフルト大学のロルフサメット教授職を得た。2009年ノーベル科学賞をトーマス・エース・タイツ及びアダ・ヨナスと共同で受賞し、2010年には インド国民にとって2番目に、好意の栄誉賞を授与された。2015年からは、王立協会の会長を務めている。妻ベラ・ローゼンベリーは、子供向けの本を書く作家であり、挿絵も描いている。ママ娘タニャー・カプカは、オレゴン州で医者を営んでおり、息子ラマン・ラマクリシュナンは、ニューヨークを拠点に活動するチェリストであり、ディーダラス市重相談で演奏している。 発表論文の完全なリストは http://www.mrc-lmb.com.ac.uk スラッシュ ribo スラッシュ homk スラッシュ rmk スラッシュ rmk パブリケーション html で確認できる。ありがとうございます。